前回行ってきますという言葉を残してスレを去ったイッチ。心配するスレミンたちはイッチの帰りを待ち続けていましたが、最後は予想を裏切る斜め上の展開となるのでした。前回5枚の写真を指定された家に投函するという怪しい依頼を受けたイッチは、多くのスレミンが心配する中スレを去っていきました。その後もスレミンたちは炎の考察を好き勝手に投稿していましたが、イッチが待てど暮らせど現れないので、スレ内ではアルバイター吉田、天城フックバルノが惜しくなって逃亡説が囁かれ始めます。ところがその翌日、あるスレミンが吉田と関係あるっぽいスレ見つけたと言って、そのスレのリンクを貼り付けました。すると吉田不在で退屈していたスレミンたちはこの情報に速攻で食いつくと、ポストに変なものが入ってたんだがというタイトルのスレにたどり着きます。どうやらこのスレは建てられたばかりらしく、まだスレ内には少人数のスレミンしかいませんでした。そしてこのスレのイッチが最初に投稿した、朝ポストを見たらなんか変なものが入ってたという報告に対して、とあるスレミンから何が入ってたのという質問が入ります。するとこのスレのイッチが、封筒に写真が5枚入ってたんだが全く知らない場所なんだと答えたため、それが吉田スレミンの目に留まり、次々と吉田スレから難民たちが流れ込んできたのです。すると吉田スレミンが、その5枚の写真って何が写ってる、学校とか写ってないと聞いたので、イッチは学校らしきものとかよくわからない会社とかと言って、5枚の写真を1枚にまとめた画像をアップしました。それを見たスレミンたちは見覚えのあるものがいくつかあると言って、この写真は吉田が投函したもので間違いないという結論に至ります。その後スレ内ではこの写真を手がかりに、吉田がスレミンたちには伝えなかった場所の特定作業が開始されました。ところがこの時、時給20万のヤバい仕事見つけたスレに吉田が任務完了報告に現れたらしく、誰もいなくなってもぬけの殻とかしたスレで投稿をたどり、このポストに変なものが入ってたんだがスレに登場します。そして吉田はイッチの画像を見ると、俺が撮った写真だと言いますが、スレ内からはまずイッチに謝れデブという辛辣な言葉が飛び、しぶしぶ謝罪した吉田はどのような経緯で写真を撮影したのか説明を始めました。それを聞いたイッチは一応納得したものの、そもそも写真の場所には心当たりがなく、なんでうちが選ばれたんだと言って怖がります。そのイッチの問いには吉田も答えられないらしく、スレ内には重い空気が漂い始めました。するとあるスレミンが、写真も写真を撮ったやつもいるんだから場所の特定から始めようと言うと、ここで吉田が名前なら全部覚えてると言って、幼稚園から順番にその名前を挙げていきます。吉田によれば、ルカの灯火幼稚園、岩清水小学校、梨の花金城中学、湯木水霊館高等学校、佐代工務店の5つだそうで、吉田の挙げた名前を見てイッチが、あ、と声を上げます。なんでも、湯木水霊館高等学校はイッチの母校らしいのです。しかし、その他の4つの場所にイッチは全く身に覚えがなく、イッチは現在、奥さんと子供2人の幸せパパだそうですが、覚えてる限り自分の家族にも全く接点がない場所だと告げました。そして結局イッチは、一つだけなら偶然かもと言って、またしても手詰まり感がスレを支配し始めたその時、一人のスレミンがイッチのハンドルネームを見て、タカシって名前高校の机の裏にあったな、あいあい傘のと言うと、スレ内は一気に盛り上がりを見せ、これが何かの手がかりだというスレミンも現れました。しかし画像を見たイッチから、タカシの字が違うという残念なお知らせが入ります。なんでもイッチのタカシはタカシと書くそうで、画像のタカシは別人なのだそうです。
さっきまで盛り上がっていたスレナイは、あっという間にお葬式モードに突入してしまいました。そしてスレナイでは、スレミンたちによる特定作業がまだ続いており、例の工務店のホームページを見つけたスレミンが、そのサイド画像を貼るのですが、やはりイッチには全く記憶にない工務店だそうで、そもそもサイトを見る限り、社員を雇っていない個人経営の会社なので、イッチは関わった覚えがないと言います。すると、ここで吉田が、その工務店は兵庫県の垂水区千代ヶ丘にあるんだけど、それも関係ない、とイッチに対して聞きました。しかし、イッチの住まいは大阪の泉南市にあるそうで、イッチが大阪湾横断するかぐるっと回るかしないとそこには行けない、という通り、距離的にも関わりがあるとは思えないのでした。すると、特定作業していたあるスレミンが、とりあえず情報をまとめてみた、と言って、5箇所すべての場所の住所を投稿します。しかし、3つの県にまたがる住所はバラバラで何の法則性もなく、スレミンたちは、お得意の無駄知識を総動員して奮闘しますが、結局何の手がかりもないまま日付が変わり、イッチは、仕事があるからこれで、と言うと、出勤したら会社からまたすでに参加することを約束して去っていきました。しかし、時間ならメルカリで売るほどあるでおなじみの暇人スレミンたちは、まだまだ特定作業を続行します。そして、その日の明け方、ついにあるスレミンが一つの重要な手がかりを発見したのです。このスレミンによれば、5つの写真が撮影された地点を線で結ぶと、正五角形になるそうで、一点一点の距離が計算したとしか思えないほど、ほぼ正確に同じ距離だというのです。そして、この画像が上がると、スレナイは恐怖で包まれ、呪いの儀式だと言い出したスレミンが次々と悲鳴を上げます。しかし、あるスレミンが、本来五角形というのは縁起がいい。昔から魔除けなんかに使われてる形だぞ、と言うと、スレミンたちは拍子抜けして、じゃあ祝福されてんのか、手の込んだサプライズだな、と言って、スレナイは一時和やかなムードに包まれました。ところが、どうしても呪いの儀式にしたいあるスレミンが、でも、この五角形逆さまじゃね。そしたら意味も反対になるんじゃないの、と言うと、スレナイは再び恐怖に包まれます。すると、先ほどの五角形は縁起がいいという投稿をしたスレミンが、それならアメリカ国防総省ペンタゴンとか、日本の五稜郭だって似たようなもんだ、と言って、何のために持っているのかわからない無駄知識で、一刀両断に切り伏せます。ところが、また別のスレミンが、五角形の頂点それぞれを結ぶとこうなるって考えられない、と言って、一枚の画像をアップしました。そこには五芒星が描かれており、そしてその図形は、なんと逆さ五芒星だったのです。すると先ほどの五角形ガチ銭気が現れ、五芒星だと考えると逆さまは危険だ、と言い始めます。なんでも逆五芒星はデビルスターとも呼ばれる悪魔の象徴なのだとか。そしてこの説明を受けたスレミンたちは、吉田の依頼主の行っていたことがおぼろげながら見えてきたことでパニックに陥ります。するとここで出勤したイッチがスレに再び現れ、ここまでのスレの流れを読んだイッチは、何のために五芒星の頂点に当たる部分の写真を俺に送ってきたんだろう、と心配そうに語りました。そんなイッチにスレミンたちは珍しく優しい声をかけますが、このタイミングで空気を読まないあるスレミンが、この五芒星の中心とかってイッチに関係ない、偶然かもだけど、その泉南市なんだよ、と言ったのです。そして、イッチが注意深く地図を見たところ、逆五芒星の中心にあるのは間違いなくイッチの自宅だそうです。イッチは、何なんだよ、誰だよこんなことするの、とうろたえた様子を見せます。続けて、関係あるとは思わないけど、昨日から子供たちの体調が悪いんだ。偶然でもこんな時に悪い冗談みたいだ、と言って現状を語りました。するとスレミンたちは、イッチが誰かから恨みを買ってるのは確かみたいだな、と言って、イッチにお祓いを勧めました。
しかしイッチは手の込んだいたずらとしか思っておらず、スレミンたちのお祓いに行く案は拒否しますが、それにしてもここまで大掛かりに嫌がらせをしてくる犯人が危険なことには変わりないので、今日は早めに家に帰ると宣言します。続けて、ちょっと心配だから戸締まりするように自宅に電話するわと言って一旦スレを去りました。ところがこの後、とあるスレミンによってもう一つの恐ろしい事実が浮かび上がったのです。そのスレミンはアルバイター吉田が依頼された目的地をひらがなにして順番に並べたものを投稿したのですが、なんとその投稿の頭文字を縦読みすると許さないという言葉が浮かび上がるのです。この事実を知ったスレミンたちはどう考えても偶然じゃないと言って震え上がります。そして自宅に電話をかけ終えたイッチがスレに戻ってすぐこの投稿に気づくと、やっぱり人違いなんかじゃなくて俺が狙われてるんだなと言い残し、会社を早退してすぐに家に戻っていきました。こうしてスレ内では吉田の依頼主の並々ならぬ執念が明らかになったことで、イッチがどれほどの恨みを買っているのかという話で持ちきりになり、吉田が責任を感じてしょんぼりする中、これ以上の進展は見られずに、スレミンたちは人間の怖さを思い知りながら眠れぬ夜を過ごしました。そして週明けの月曜日、昼前に出勤先からスレに現れたイッチは、とりあえず家族に事情を話して戸締まりなどの警戒を怠らないように伝えたと告げると、まだ子供たちの体調は回復せず、それどころか奥さんも体調を崩した旨をスレミンたちに報告します。するとスレミンたちは呪いが発動してると言って騒ぎ始め、やはりイッチにお祓いに行くように勧めるのですが、イッチはこのご時世だから流行りのウイルス性の症状かもと、やはり呪いの線は否定しつつ、病院に行くことを考えたものの、自分は無症状だという理由で出勤したことを伝えました。またイッチは念のために警察にも相談したことを告げると、呪いなんてものは存在しない、でも人間に襲われる可能性はあるからなと言って、昨晩も緊張感からスレミン同様に眠れぬ夜を過ごしたことを明かします。その話を聞いたスレミンたちはイッチのことが気の毒になり、吉田に対してここまで来たら依頼主の名前を教えろと言って詰め寄りました。すると吉田は観念したように依頼主の名を明かしたのですが、 LINE でのやり取りしかしていなかったらしく、依頼主は不動産関係者でその名前もリュウとしか教えられていないそうです。しかしそれだけではリュウなのかリュウイチなのかもっと他の名前なのか漠然としすぎていて手がかりになりそうになく、当然イッチも知り合いに何人かリュウがつく名前はいるが見当がつかないと言います。こうして手がかりがつかめないまま数日が過ぎ、イッチの家族の容態は日に日に悪くなっていく一方で、スレミンたちが執拗に迫るお祓いの勧めに対し、さすがにイッチもようやく重い腰を上げ始めるのでした。すると突然スレに謎の人物が、吉田くん、今までよく働いてくれてありがとうと言って登場しました。その人物はキクナハリュというハンドルネームで、吉田くんが私の依頼通りにこなしてくれたおかげで仕事がはかどりましたというのです。するとスレミンたちは吉田の依頼主が降臨したのかとざわつき始めます。そして突然名前を呼ばれて何が何だかわからない吉田は現れると、すぐ竜という名前は確かに依頼主のものであり辻褄が合うので、俺に依頼したことであんたに何のメリットがあったんだよと詰め寄ります。そんな吉田に対して聞く花は、吉田くんはただのおとりだったと告げると、聞く花はそれ以上吉田には構わずに、中達隆くん、幸せそうに生きてて何よりです、子供二人目ができたんだねという投稿をしました。それを見た一は心当たりがあるらしく、キッカ、お前キッカかと聞く花に話しかけます。
すると、キクハナは無言で1枚の画像をアップしたのですが、そのアップされた画像には、レイカ、リカ、ルカという名前のような文字が真っ白い紙に赤い字で書かれていたのです。その画像を見た1は、俺の家族の名前なんで知ってるんだよ、とキクハナに詰め寄りますが、キクハナはさっきの画像に刃物を突き立てた画像をアップし、あなたによく閉じ込められたロッカーの写真とか懐かしいですよね、と言うと、どうやら心当たりがある様子のイッチが、あれは仕方なかった、とキクハナに対して言い訳をします。しかし、そんなイッチの言葉は聞こえないかのようにキクハナは、ところで、スズハ、レイカは元気ですか、と言って、二度とすでに現れることはなく、後味の悪い雰囲気を残して、この話は幕を閉じるのでした。キクハナリュウという人物による計画的で壮大な復讐劇でした。人の恨みほど怖いものはありませんね。次回の動画も楽しみにしろください。